い、どうも DRI のおうちでぬくぬくチャンネルです。今日はおうちでぬくぬくカルボナーラを作りたいと思います。材料はこちら。はい、カルボナーラ完成しました。イエーイ。あ、うまいっす。はい、カット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 。ちょっと DRI さん、ちゃんと台本の通りにやってもらわなきゃ困りますよ。視聴者さんはそんなね、ネタとか求めてないんですよ。おはようございます、 DRI です。イエーイ。今日はですね、1ヶ月ぶりに大和民族公園にやってきました。今日はここでこいつを使って野鳥をいろいろと撮影していこうと思います。まあ大和民族公園、この間やってきたばっかりじゃんって思うかもしれないんですけど、まあ、僕野鳥を撮るフィールドってあんまり多く行ったことがないもので、まあ、なおかつここ割と取れ高がいいんでまたやってきました。あとまだ会えてない冬鳥がいるんですよね。そういうロコをちょっと探していこうと思います。やっていきます。梅の木がいっぱい並んでるところなんですけど、木によってはもう梅の花が咲いているところがありますね。まあ1ヶ月後ぐらいにはまた梅と目白っていう並びで写真が撮れるかもしれないですね。先にサザンカの花がいっぱい咲いてあるところがあるんですけど、時々そこにメジロがやってきてるんで、ちょっと待ってみようと思います。この右のあたりですね。サザンカ、ヤッホー。はい、以前僕動物の動画を撮影する際って喋りませんよってアナウンスしたと思うんですよね。なぜかっていうと、動物って人間のことを恐れている。恐れているから、あんまり人間が大きな声を出したりとか、物音を立てると逃げちゃうんですよね。ですので、動物にストレスを与えないために僕は動画撮影中には喋らないようにしてる。まあ、このような形で、後撮りで動物の映像の端っこの方に乗っけるのはありなんじゃないかなと思って、こういうことをちょっと今回試験導入させてもらった次第でございます。いや、しかし、メジロは可愛いですね。こうやってね、穴にやっていく。とっても写真映えする鳥なんですよ。ここの池よくカワセミが出るんですけど、本日はカワセミおらず。次はイカルですね。今回も撮れたんですけど、どうもイカルは繰り返しが強くてあんまり近寄れなかったんで、ちょっと鮮明な映像が撮れなかったですね。かなり黒くしてますし、草むらの中でガサガサこの音がしてるから、イタチか何かでもいるのかなと思ったら、シロハラが葉っぱをひっくり返して虫とか食べ物を探したみたいです。この時たまたま光の当たるところのちょっと上の方にやってきてくれたんで、いいように見えておりました。そして青地です。まあちょっと小さな鳥なので何がいるのかなと思ったら、スズメにも似てるんですけど、スズメよりも黄色っぽかったり緑っぽかったりする感じです。まあしかしこの映像の後ろのタマボケの綺麗なこと、撮影してる最中もこうやって見直してても、ほんとこのタマボケってやっぱ綺麗でいいですね。このレンズがいいのかな。ここら辺でよくルリビタキを見るんですよね。ちょっとルリビタキまた探してみようと思います。見た気がするんですけど、今回もメスしか見つからなかったんですけど、ちなみにメスのルリビタキってもっと茶色いボディの地味な体をするので、まあ取る分にはどう考えてもこっちのオスの青色
確かにこのルリビタキはなかなか人間に慣れているように結構3メートル以内の至近距離に止まることがすごく取りやすかったですね。ちょっとこれなんか光の当たり具合が激画調な感じでかっこいいですね。で、お次は常備滝のオスですね。リビタキの撮影をしていると近くにやってきて、この子もまだすごく人間に慣れてるんで、僕のまあ 2,3 メートル以内ぐらいに飛んできてくれるぐらい人に慣れてるんですよね。まあ、ここの鳥がとても人に慣れてる。あ、お前今なんかするんじゃないよ。視聴者様がいるんだぞ。 YouTube に出てるっていうさ、自覚をもうちょっと持ってくれよな。ちなみにこの個体は常備滝のオスなんですけれど、メスは普通に茶色いボディのすごく地味な体なんです。これもまたルリビタキのメスと似たような感じなんですけど、まあ常備滝のメスは個人的には僕は結構好きですね。なら常備滝に関しては僕はオスよりもメスの方が好きですね。この茶色いボディにまあクリクリな目が可愛いですね。しかしこの常備滝のオス、こんなにも取れるかっていうぐらいいっぱい取れたんですよ。実際これかなり尺長いですけど、それだけ常備滝にやってきてくれたらこれなんですよ。あ、またお前産んだ。もう世の中には食事中の視聴者様だっているんだぞ。なんかするんじゃないよ。もうまあ、こんな具合にルリビタキやジョビタキが今日は取れて良かったですね。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あと概要欄に僕のインスタグラムの URL を貼っておきますので、そちらも合わせて見てもらえたら嬉しいです。ではバイバーイ。あ、ルリビタキ来たって取らなくっちゃ。